はだから、これ雪ですね。すごいですね。途中まで、切り出して、ここへプール、プールとして置いといたもんだと思うんですよね。たくさんあるね、これね。で、結局、セメントの時代に入っちゃったから、土台石は必要なくなったから、そこで事業をやめたと。これは、あるお宅が地権者で、なんか、ちょっと聞いたところによると、事業をやり始めたけども、途中でおっしゃった、はい。すごくいい石だって言ってましたね。硬くて、なんていうんですか。それで、掘り出して、そんなに加工しなくても、これだけの形状を保ってるから、まあ、あと、細かく、削るとこ削るよね。こうやれば、大体、建造物の土台石になる。だから、稲荷山の商店とか、まあ、一般の、まあ、お屋敷もそうでしょうけども、ほとんどこの辺の石が、まあ、運び出されたってことじゃない。なるべく雪の降った日の方がいいって言うね。あ、そうですね。そりの代わりに滑りしよう。それとか大体ね、そっちの方を引っ張り出した時にはね、戦後かなりまあ動かしたらしいけども、ガソリンがない時代だから、運送だね。馬に引かした荷車ですね。なんか トロッコみたいなのがあったって。トロッコってあったのはね、どの辺まであったんかな、この辺まであったか、俺はね、トロッコいたずらしたことねえから分かんなかった。ああ、ほんと、トレールだとか。ね、ある。ほんとだ。あ、じゃあ、ほんとだ。ね、じゃあ、これ多分、じゃあトロッコの線だと思うね。あ、ね、あ、これだね。で、ここでやっぱ置いて、うん、そうだね、うん。いや、ああ、そうなんですね。これ記憶ではもう向こう側だと思ってましたね。向こう側にももちろんあったんですよ。ありましたよね。だから。それは田中石屋さんの方のトロッコで。そうですね。だからそれが延長されてたかどうかわかんないけども、じゃあそこにトロッコ、なんて言いますか、線路というか軌道があればそれは使ったってことですね。これも使ったんですね。で子供がいたずらして困るのは、その、いわゆるブレーキがついてないトロッコをいたずらされると、はいはい、でーっとそのまま行っちゃうと、だから我々が子供の頃だから昭和30何年、うん、まだトロッコあって怖かった、それで遊ぶんだけど怖いんですよ、やっぱりすごく。それは向こうのような気がするんですよね。向こうはね、もう掘り尽くしちゃって、だからそれは一番のそのセメントで基礎やったりとかする時代の前の需要にちょうどタイミングがあったということですね。それでもうほとんど掘り尽くしちゃって、これからそっち上がって、そこのところの、露出してるところですね。あ、そうですか。ちょっとね、こっちに、はい、じゃあ気をつけましょう。はい、はい、ほとんど全部取り出しちゃった後ですね。はい、で、こっちは地権者がちょっと違うんで、そのまんま残ってる。ここにありますね。地権者が別な。別ですね。ああ、でも強くなった。